藤沢周平男は初めその子を哀れと見て足を止めて見ていたのである6つか7つぐらいに見える女の子だった男が立っている新高橋の上からその子と連れの母親がいさかっているのが見えた 声はキレキレにしか聞こえないが、言うことを聞かない子供に母親が手を焼いている様子は分かった。そして母親に投げつける悪態の声が調子を外れていることから、その子の知恵が遅れていることも分かった。母親が手を引っ張るのに子供は地面に尻をつけて、そこを動くまいと頑張っていた。 地面に尻をつけたまま子供は一軒ほど引きずられたが母親はそこで本当に怒ってしまったようだった手を離すと小薙川の岸をずんずん背を向けて遠ざかった日が落ちるところで小薙川の水が赤く染まっているその光の中を怒り狂って遠ざかる母親の背に 悲しみがあったそうして置き去りにすれば子供が後を追ってくるだろうと母親は思ったかもしれなかっただが子供には子供の世界があるようだった女の子は立ち上がるとひとしきり母親の後ろ姿に悪態をついたが姿が見えなくなるとケロリとして歌を歌い始めた。 歌いながら川岸のすすきに手を伸ばして頬を積んだりしている。すすきの頬も火に染まっていた。男は危なくて見ていられなかった。川に滑り落ちたらそれきりである。おなぎ川の岸には人影がなかった。男の背後を時折人が通り過ぎるが、 誰も遊んでいる女の子に目を向ける者はいなかった。足音は忙しく通り過ぎる。四十を見ていたのは男だけだった。男は橋を降りると女の子のそばに行った。橋の上で見た時より大柄な子供だった。顔にあどけなさが残っている。 男が近づくと女の子はくるりと振り向いて男を見た。三白眼めいたきつい目が男を見上げている。お母さんが心配してるよ。帰らないとダメじゃないか。女の子は黙って男を見つめたが、不意に激しくかぶりを振った。顔に憎悪の表情が現れている。 子供には子供の母親に対する憤慨があるらしかった。それにもう少しで暗くなる。な男は江戸の町の上にくっつきそうに低く垂れ下がっている赤い火を指さした。火が暮れると人さらいが出てくるぞ。さらわれて家へ帰れなくなったらどうするおっかさんが泣くぞ。 第一、こんなところで遊んでちゃいけません。川に落ちたらどうするね誰も助けてはくれんぞ。女の子は口を開いて聞いていたが、男が喋り終わると待っていたようにかぶりを振った。男は腰を折って女の子のそばにしゃがんだ。あんたにいいものをあげよう。 だからおとなしく、うちに帰りな。男は懐から財布を出した。だが、女の子の顔を眺めながら、小首をかしげて、その財布をしまうと、次には腰からタバコ入れを抜き取って、膝の上で寝付けをほどいた。女の子が男の手元を覗き込んでいる。飴色に使い込んだ寝付けには、 分か,かったな早く帰りな」と言って男は子どもの手に根付けを握らせると小さな背を押した手のひらを開けて根付けをのぞき込んでいる子どもを残して男はそこを離れた扇橋町の角を曲がろうとして男が振り向いた時 女の子は道の真ん中でまだ手のひらの中を覗き込んでいたのである。だが猪堀川沿いに際の方に向かっていた男が川向こうが石,石島町と末広町の境目になる辺りまで来た時背後に小さな足音を聞いた。振り向くと女の子がついてきていた。 立ち止まると男は困惑した表情で女の子を眺め下ろした。女の子は口を開けて男を見ている。どうした男は勘で含める口調で言った。あんたには日が暮れるのがわからんのかなほら、あれを見なさい。暗くなってきて あのうちではもう明かりを灯している。男が指さした対岸の末広町の家々はうっすらと夕映えに染まっていたがもう火を灯している窓がいくつか見えた。秋の日は日が落ちるとあっという間に暮れ急ぐのだ。男と女の子が立っている川べりの道にも白っぽい母色が押し寄せ。 川の流れは空の色を映したまま黒ずんでいた。帰らんと親が心配するぞ。だが女の子は不意に身を翻して男の脇をすり抜けると前に走った。そして立ち止まって男が歩いてくるのを待っている。困った。あんなものをやったのが 帰って悪かったかもしれないと男は思った。店まで連れて行って住まいを聞き出してから誰かに送り届けさせるしかあるまい。ようやくそう決心して男は歩き出した。男の二三軒先を女の子を歩いている。男が近づくとパッと走って距離を空ける。 そして時々男を振り返ってみる。そういうところが二つ三つ知恵が遅れている感じがした。あの母親が心配しているだろうと男は思った。不意に女の子は川べりにしゃがんだ。男が近づいてみると女の子は尻をまくって勢いよく小便をしているのだった。 真っ白な尻が丸出しで男は思わず声を立てて笑った笑っている男を女の子はくじ首をねじって見上げているおやそこどうしたね男は女の子の内ももに黒いものがこびりついているのを見ていった男がそう言った時女の子が裾を下ろして立ち上がってきたので 黒いものは隠れたが、それは血のように見えた。どれ、今のところを見せてごらん。男はしゃがんで女の子の前を広げた。白い下腹と広がった二本の足が現れた。ぽってりと、肉づきのいい足だった。覗いてみると内ももに流れているのは、やはり血だった。 さっき母親に地面を引きずられたとき切ったらしい傷口があり血はそこから流れて内ももを染め半ば乾いていた痛くはないのか男は裾を閉じていった女の子がかぶりを振ったその時、男は体の中に久しく死んでいた ある感触がよみがえるのを感じた男は女の子をじっと眺めたそれからその感触をもたらしたものを確かめるように無言でもう一度女の子の裾を開いた女の子は黙ってされるままになっている白い下腹とぽってりとした腿の間に小さな貝を伏せたような皮膚が 覗いていてたその間に感触ははっきりした形になったそのものは男の股間に位置を占めそこで息苦しいほど大きく膨らみ硬くなろうとしていた世界がくらりとひっくり返るのを感じ男は喜びに貫かれていた男の耳に女の声が聞こえてくる やっぱり無理なんでしょう無理なさらないで。休みましょう。ね女の声はいたわりを込めてそう言っていた。そう言っているのは男の連れ合いだった。男よりに10歳年下の連れ合いの体は女の成熟をとどめて横たわっている。そう言われるとき、 男が無言だったのは連れ合いのまだ滑らかな肌が持つほてりを決してやれない不甲斐なさを恥じていたのではない男はその時闇の中にうずくまっている老いと偽善と顔を突き合わせていたのだったそうなってから一年経つ股間にある力強い感触が 消え失せるのを恐れるように男はそっと立ち上がったそして道の前後をうかがった白い薄闇が閉める路上には二人の他に人影はなかったさあ行こうか男は女の子の手を引いて乾いた声で言った男は大英橋まで行くと 十万坪の草地の方に足を向けた暗い川を二人は渡った二人の町役人に付き添われて急ぎ足に原っぱに入ってきた女は枯れ草の上に横たわっている。 あらむしろの小さな盛り上がりを見ると、そこに棒立ちになった。あれは大工の女房です。もっとも今は亭主に死なれて一人ですが、と、おかっぴきの伊勢氏がささやいた。城町回り同心塚原和恵はそう言われて女を振り返ると、気さくな声をかけた。 ここへ来て、ちょっと、覗いてくれねえか。女は、おずおずと近づいてきた。青ざめて腹ぼったい目をしているのは、昨夜、寝ていないためだろう。これだ。塚原はパッと、むしろをめくった。一瞬女は顔を背けるような仕草をしたが、すぐに目を小さな死体に戻した。崩れるように女は死体の脇に、 膝をついた。お前さんの子かねはい。女は顔を上げて塚原を見た。目にはいっぱい涙があふれ、唇は半ば開いて、激しく震えている。その顔で女は伊勢路を見、少し離れて、後ろにいる海部大工町のと石,崎石島町の町役人を見た。 それからわっと泣き出して子供の死体に取りすがったおつるふかわいそうに誰がこんなことを女は切れ切れにうめくように言葉をつないだ手を伸ばして女の子の肩を抱き髪をなでるその間にも女は獣じみた号泣の声を絞ってやめなかった 秋の明るい日差しがその場の悲惨な光景を照らし続けている。塚原は女の泣きやむのを辛抱強く待っていた。塚原は四十五で父親の後を継いでからもう二十年近くも城町周りを務めている。こういう集団場にはこれまで何度も付き合ってきている。 泣くのは今のように母親であったり男であったり子供であったり老人であったりしたそして最も悲惨が激しいのは子を失った母親の場合だということも知っている女は泣きやんだ草の上に座り込んで膝に手を置いたまま呆然と死んだ子の顔を眺めている ちょっと聞きたいのだがいいかね?」と塚原は言った。女は無表情に塚原を見、黙ってうなずいた。目が真っ赤になっている。そそげだった髪がかすかな風に揺れ動いた。これを見てくれ。塚原は手のひらの上にのせたおカの面の根付けを女に見せた。 この子は手にこれを握っていたんだがね、見覚えのある品かい女は一別しただけで首を振った。そうか、知らんか。じゃあもう一つ、お前さんは昨日の夕方、新高橋のそばでこの子を置き去りにしたそうだが、置き去りにしたんじゃありません、と女は言った。 声は泣き声を絞ったために低く枯れているすぐに戻ったんですでもその時はもうこの子はいなかったんですよし分かった置き去りにしたんじゃないがお前さんは子供をそこに置いて一旦離れたその時2だその辺りに怪しい男を見かけなかったかね 女は塚原を見たがその顔には途方に暮れたような表情がある「その時のことを思い出してみるんだ別に怪しくなくともいいその時誰かその辺に人がいなかったかね」女はしばらくうつむいて考え込んだがやがて諦めたように首を振った。 うーんそれもわからんと塚原は立ち上がろうとしたが思い直したようにもう一度女のそばにしゃがんだ「この辺りということはつまりそこの石原町とか川向こうの島崎町の辺りということだがその辺に知り合いはないんだな」「はい」と女がうなずいた。 塚原はそれで立ち上がった。少し離れて立っている町役人たちに近づくと小さい声で言った「ご苦労だがあとは始末してくれ」塚原が伊勢路を連れて原っぱを出ようとした時女が「旦那」と呼んだ塚原が振り向くと立ち上がった女が光る目で塚原を見つめていた。 この子をこんなふうにしたのは誰なんですかこれからそれを調べに行くところだ塚原が言うと女は深く頭を下げた腹っぱに入ってきた時の勢いが失せて体が一回り小さくなったように見えた不幸せな人間というものは いるもんですなあ旦那大江橋を渡って猪堀川の河岸道に戻ると伊勢路がそう言ったあの河川は少し離れたところですが同じ町内でござんすから噂を聞いていましてね病気の亭主に死なれたのが2年ほど前ですそれであの子を育てるために真っ黒になって 日雇いをしていたそうですがね。今度は子供を殺されちまった。伊勢路は海辺大工町裏町に住んでいる。女房が髪結いをしていて、そういう町内の噂はよく耳に入るらしかった。伊勢路は三十一だが子供が三人もいる。唇にはさっき、さっき見た母親の悲んぶりがかなり、 答えた様子があった子供は少し頭が弱かったらしゅうござんすがそういう子ほど親にとっては不憫でかわいいもんでしょうからねうーん塚原は別のことを考えている顔つきで生返事をしたがふと気づいたように伊勢路を見たあの子は頭が弱かったのか それは聞いてなかったぞ。ああ、申し上げませんでしたか。そいつは、うっかりしました。二人は、小なぎ川のほとり、新高橋のそばまで来た。二人は、地震盤がある町角を、川岸に沿って西に曲がった。この辺りだと言ったのへえ、さようでございます。昨夜、伊勢路は、おしかという、 のさっきの女房と一緒に子供を置き去りにしたというこの場所まで来ているお鹿は腹立ちに任せて町の入り口まで帰ってきたがすぐに心配になって戻っただが子供の姿が見えないので薄暮れの道を半狂乱で探し回った末に町に戻ると伊勢路の家に駆け込んだのであった 伊勢寺はお鹿と一緒に提灯を掲げ、掲げて、小名木川の岸を探し、さらに井登川の岸を大江橋まで照らして回ったが、子供は見つからなかった。子供の死体は今朝になって、原っぱの先の千田神殿の百姓が通りかかって見つけたのである。橋番が母親と子供が、 喧嘩をしているのを見たと言ったな。はい。塚原は振り向いて、扇橋の端爪にある板書をじっと見た。だが、男が子供を連れ去るようなところは見ていないと。そう言ってました。どうもその辺が腑に落ちねえな。塚原は首をかしげた。母親は時期に戻ってきたが、その時には子供がいなかったと。 ということは、親子が言い争っているところ誰かが見ていて、娘の頭の弱いところも分かっていた。それで素早く連れて行ったとしか思えねえ。餌はこれだろうな。塚原は手に握っていたオカメの面の根付けを伊勢寺に見せた。細い目を垂れ。 朱で彩色してある唇を吊り上げて笑っている小さな面が伊勢路には不気味に見えたところが母親も怪しいやつはいなかったと言っている塚原はキョロキョロと辺りを見回した「だなあ、野郎がいたとするとあそこじゃありませんかね」不意に伊勢路が橋を指さした 新高橋の方である新高橋は橋田元に石を積み上げて架けた橋で道から見るとそのあたりのうちの屋根ぐらいの高い場所をおなぎ川を横切って渡っている塚原はうなずいた「うーんなるほどあそこなら誰かが見ていても橋番所の者も母親も気づかなかったかもしれない」。 と塚原は思った。男は母親が怒って立ち去るのを見届けて橋を降りてきたのかだがそいつはどんな男だ塚原は男にいじられた痕跡を残していた小さな死体を思い出していた伊勢路も同じようなことを考えたらしくこう言った「一体どんな野郎ですかねあそこから見ていたやつというのは」 そいつはわからねえが、やつにも手ぬかりがあった。これだ。塚原はもう一度手のひらを広げて、つけを見せた。塚原は面をひっくり返した。これはなかなかの細工のだ。それも店頭干しの店で売っているような骨董のものじゃなくて、使っている割には新しいとは思わねえか。 それで朝からひっくり返しひっくり返し眺めているんだがやっと見つけた塚原は面の裏側の一点をつついたここに掘ってあるのは秀人とは読めねえかなだ旦那あしは読み書きは苦手でそうかどうも秀と読めるそれがこいつを作った根付師の 名前ですかい。「そうらしい。秀蔵というのか秀三郎というのかとにかくそういう名前の男が掘ったと見て間違いあるまい。承知いたしましたその男を探しましょう。この界隈いから探してみてくれ人手がいるだろうから後で金をやろう。塚原はいい。橋番所の方に歩き出した。 掘った男が分かれば案外買ったやつが分かるかもしれねえ。注文して作らせたとすれば閉めたもんだ。サイドゴダンスなあ。ところで橋番人にもちょっと詳しく聞いてみよう。前にも子供がいたずらされたなどということがこの辺りであったかもしれねえからなあ。 五日目に伊勢寺は熱付しと熱付しの口から聞いた丘めの面の根付の持ち主の名を突き止めてきた。熱付しは小名木川の北にある深川富川町にいた。万蔵という名の年寄りだったが、秀和というのが屋号で看板にもそう書いてあった。万蔵は熱付しとしてはかなり名を知られていて、 その腕を見込んで身の回りに凝るものがわざわざ遠くから頼みに来るほどだったおかめの面の根付は騎馬の山本,山本町にある材木問屋の主人大倉屋しんべの注文で作ったと言ったどうもおかしな具合になってきましたがね中町と呼ばれる高橋際にある 海辺大工町の地震盤で塚原と向かい合うと伊勢路は腑に落ちない表情で言った「ピンとこねえわけだな」「そりゃあそうでさ旦那大蔵屋というのはこの辺りじゃ聞こえた武元者で新兵衛という旦那は五十半ばといった年配ですぜあんな子供にいたずらしたとは考えられませんがね」 周りの評判はどうだね。一応聞いてまいりましたがその評判がまたいいんでさ商売は繁盛してますがアコギな噂を聞くわけでもないししんべという人もおかみさんもよくできた人で夫婦仲の良さは人も羨むほどだそうです町の者も,もお店の者も,もそう言ってますがね ただ子供がいないのがたまに傷で5年前に同業のうちから養子をもらっていますなあエーザブルというのがそれでおとなしくて商売熱心でその男も言うことなしかねいくつになるかねその養子は23だそうです来年中にはも嫁をもらいたいという話が出ているそうです どうも旦那このお根付のことはお眼鏡違いじゃないかと思いますがねそれじゃあ聞くがこれが死んだ子供の手の中にあったのはどういうわけだね伊勢路は口を閉じた困惑したように塚原を見たがそれでも伊勢路の目には塚原の疑いに承服していない色がある。 一度はここへ呼んでみようじゃないかこっそりとな一応は本人に聞き正すものだろうぜ伊勢路それはまあそうかもしれませんが伊勢路はしぶしぶといった感じでうなずいた新兵衛が伊勢路に伴われて中町の地震盤に来たのはその日の夕刻だった中町の地震盤は間口2軒奥行き5軒半と奥に長い 柿役の春助は用があるとかで先に帰って上がりが町に近い机のそばで家主の長左衛門と店番の元六が何か小さい声で話している塚原は入ってきた2人を見ると奥から大きな声をかけた「いやあ小倉さん忙しいところを呼び立ててすまんなずっとこっちへ入ってくれ」。 新兵はゆっくり畳に上がってきた。大柄で髪が白く、大棚の主らしい品のいい顔をしている。着ているものも贅沢に見えた。姿勢よく座ると膝に手を置いてじっと塚原を見た。商いの,の方はどうだねと塚原は言った。はい、おかげさまで。 賑やかにやっておりますが、しんべヱはにこやかに言った。今日は何かご用ですかうーん、ちょっと聞きてえことがあってな。塚原は懐から、お亀の面の根付を出すと無造作に畳の上に置いた。これだ。あんたに見覚えがねえかなと思ってな。 しんべは寝付けをじっと見た。それから拝見してもいいかと言った。塚原がうなずくと、しんべは寝付けを取って面を裏返してみた。塚原は黙ってしんべを見ている。これは私の寝付けです。そっと畳に寝付けを戻してしんべがそう言った。微笑していた。 この品は私が先日、道で落としたものですが、どうしてこちら様の手に入ったものでございましょう。落としたそれはいつのことかなさようでございます。しんべは天井を見上げた。五、六日前です。 浅草の方に参りまして、そこで同業の店によって、商いの話を済ませまして、観音様にお参りをいたしました。その帰りにどこかで落ちたようでございましてな。前から紐が傷んでおりましたから、気がついたのは家に帰ってからかね。 い,いえ途中でそうそう新高橋にかかるあたりで腰から煙草入れが落っこちてきましてそれで気づきました「10万坪のところで女の子が殺されたことを聞いているかな?」と塚原が言った突然な言い方だったはい聞いております 恐ろしいことでございます。あんたがこいつを落としたというのはその日のことじゃねえのかい思い出しました。確かにあの日のことでございます。いつ頃かね落としたのは。さあて浅草から帰る途中でございますから。 夕方近かったのではなかろうかと思いますがはっきりはしませんそれが何か子供がこの寝つけを持っていたんだがね塚原は注意深くしんべの顔を見たがしんべはため息をついただけだったその子供はこれを拾ったものでございますかな そうかと思うが殺したやつが拾ったのかもしれねえな。塚原は言ったが急に興味を失ったように質問を打ち切った。いやあ、ご苦労をかけた。聞きたかったのはそのことでな。もう引き取っていいぞ。新兵衛を返すとそれまで黙っていた伊勢ジがにじり寄ってきた。いかがですか、旦那と伊勢ジは言った。別に。 怪しげなところはござんせんでしょう。そうとも言えんなと塚原は言った。あの男は子供が殺されたのが見つかった日でなくて前の日だと知っていたぜ。何ですどういうことですか普通の人間はな死体が見つかった日を殺された日と考えているものだろうが。 まして、奉行士や町役人が、実は殺されたのは前の晩だと、触れて歩いたわけじゃあるまい。しかし、殺した人間なら、そこを間違えるようなことはないわけだ。そして、そいつの頭の中には、殺した時の様子がしまわれているからだな。それでちょいと鎌をかけてみたんだが、 大蔵屋はなんとちゃんと殺しがあったのは前の晩だとはっきりそういうつもりで話していたぜしかし旦那まさかあの人がおかっぴきらしくねえ言い方だぜ伊勢路塚,塚原はたしなめたが自分も首をかしげた「無論それだけで犯人だと引っ張るわけにはいかねえなあ」 根付は落としたもんだと頑張られたらそれまでだそれに事実落としたものかもしれねえ俺だってそう思いたくなるぐらいだあの人柄を見るとなあ塚原は手招きして伊勢路を近くに寄せた。 家主の長財丸がこちらに聞き耳を立てている様子に気づいたのである。塚原はささやいた。ともかくあの立派な旦那から目を離さずにつけてみろ。もしあの殺しが旦那のしたことだとするとまた同じことをやる心配がある。 三十三間堂の東中町に目立たない待合茶屋がある。最初に若い男がそこを出、しばらくして四十過ぎの女が出てきた。日暮れ前の静けさが辺りを占めていて人通りは少なかった。誰もこの二人を注意して見る者はいないようだった。若い男は宮川町の矢ごに紛れ、女は長井橋に向かうと、 下駄の音をさせて橋を渡った。地上は白っぽい光に包まれているが空はまだ明るかった。空の北の方に雲が一つじっと動かずに止まっている。雲はまだ緑を赤く染めていた。その空の下を女の姿はみるみる北に遠ざかった。 しんべはその後ろ姿をじっと見つめ、姿が見えなくなるとゆっくり歩き出した。女は連れ合いのお房で、酒に出た若い男は養子の栄三郎だった。二人がいつからそんな風な間柄になったのか、しんべには見当がつかない。今日お房が外に出るとき、その言い訳に不信を持って、 後をつける気になったのもただの思いつきに過ぎないそれほど深い疑いを持っていたわけではなかったまして相手がエイザブローだなどということは考えもしなかったことであるしかしおふさに全く疑いを持っていなかったかといえばそうも言えない気もしたそう思わせたものがあるとすればそれはおふさの 優しさだろうと新兵衛は思う新兵衛の耳におふさの声がよみがえる「無理しなくともいいのよ仕方ないことだものね」新兵衛は入舟町から島田町に渡りさらに牙に渡ったゆっくり歩いた別に急ぐことはないのだ今夜は寄り合いがあって遅くなると言ってある 不思議なことにしんべヱの心の中にあるのは嫉妬ではなかった。それどころか心の片隅にどこかほっとした気分さえある。エイザブ三郎とあんなふうになっているのは困りものだが、お房の中にまだ残っている花やぎをいたわってやりたい気持ちがあった。それが当然なのだ。 しんべはうつむいて歩きながらそう思った。時をかけて、それとなくいさめるしかない。不意に子供たちの歓声がしんべを驚かせた。見ると木場から扇町の方に、十人ほどの子供が橋を渡って駆けていくところだった。子供たちは男の子も女の子も手に手に竹や棒を握っていた。 家から遠く離れたこんなところまで遊びに来ていたらしかった。新兵衛は子供たちの後ろをゆっくり橋を渡った。この辺りは人家よりも草地の方が多い。枯草の原のあちこちに材木を山のように積んだ材木置き場があり、掘り割りも木で埋まっている。そしてところどころに大きな構えの内があった。 大方は大蔵屋と同じ材木屋でまだ明かりを灯もしていないうちが薄闇の中に獣のようにつくぼっている「おやどうしたねお嬢ちゃん」吉永町に渡る要橋の手前で新兵衛は声をかけた「女の子が一人橋の欄干に顔を伏せて泣いている5つぐらいの子供だった」 吉永町のかがんで子供たちの歓声が聞こえた。女の子は小さくて走り去る子供たちについていけず取り,残さ取り残されたらしかった。女の子はしんべの声に振りあおぐと急いで両手で顔の涙を拭った。うちはどこだねおじいちゃんが送ってあげよう。あっち。 女の子は吉永町の方を指さした新兵衛は女の子の前にしゃがんで笑顔を作った目が黒々として頬の膨らんだ娘だった恐れげもなくしんべを見つめている笑いかけながらしんべは娘の肩に手を置いた小さな肉の手応えと温かみが伝わってきたその時 しんべヱの体の中で何かが動いた何かはそのままゆっくり動き続けているそれはしんべヱの中でとに死に絶えたはずの感触だったそうじゃないとしんべヱは思ったいつだったか同じようなことがあったそれも この,間のことだあれはいつだったか。ごくりとしんべヱは喉を鳴らした。それから乾いた声で言った。心配することはない。わしが連れて行ってやる。しんべヱは女の子を抱き上げた。いい匂いと柔らかく小さい感触が。 しんべを包み込むようだった。世界がくらりとひっくり返った。しんべの体を喜びが貫き走った。あっちと女の子が叫んだ。よしよしと言ってしんべは少しずつ橋を離れると、扇町の草地の方に引き返した。女の子が暴れて、しんべの顔を拳で打った。 その痛みが新兵衛には心よかった。喜びで体中の血が若々しくざわめいた。おい上にうつやみの中から声がした。新兵衛が顔を上げると男が二人立っていた。岡っ引きの伊勢路ともう一人は塚原という奉行所の同心だった。邪魔するな新兵は怒号した。 戻ってきた懐かしいものが二人の男の出現で消え去ろうとする感触に苛立っていた二人の男が高温に何か言った鋭い小姉だったがしんべはその声を聞かなかったいきなり子供を抱いたまま走り出した泣きわめく子供の声がしているそしてどこまで走っても後ろからぴったり足音が首すいてくる それでもしんべヱは走りやめなかった。まだ、さっき戻ってきたものの影を追っていた。走りやめれば、それが二度と戻ってこないことを感じていた。